おはようございます。マルキューのインストラクターの大塚と申します。よろしくお願いします。フィールドスタッフの斉藤と申します。よろしくお願いします。今日はですね、斉藤さんの地元の千本浜来させてもらってますが、今日私もね、めったに来るところじゃなくて結構楽しみにしてるんですが、はい、渚の黒鯛、はい、ちょっとやりましょう。はい、よろしくお願いします。あ、じゃあ、上から見て色が違う、まず一ポール、はい、あと砂利と砂を見極めて、はい、砂利の方を選ぶ、はい、っていうこと、砂の方、砂利の方を選ぶ、はい、あとは、まあ、当然ね、離岸流みたいなのがはっきり見えるようであれば当然そこに釣り竿を構えるっていうのと、はい、あとはやっぱ沖を見てみて、まあ、潮がどういう風に流れるそこだけこう出っ張ってたりとか逆にへこんでたりとか、やっぱり磯釣りとか堤防釣りと一緒で、はい、海をよく見てないとダメだってことですね、はい、まず、まあ、配合2種類なんですけど、はい、千本浜、はい、水が澄み加減の日が非常に多いです。ですので、まあ遠くから四角で魚を寄せるという意味合いも込めて濁り、まあ、濁り、はい、それから、まあ、すごいね、リーチの2っていう餌がすごいバランスの取れた餌で、ここに書いてある麦、コーン、青のり、キララ、いろいろ入ってます、はい、まあ、麦とか、ね、コーンなんかはそこに溜まってポイントを作りやすいっていうところで、うんうん、選択してます。で、この2つしっかり作り込めば、はい、50m、エトも効くようなポイント、やっぱそんな飛ばします。はい、で、まあ、この2つ、はい、この2つ、それからやっぱりこの時期はさなぎとか黒鯛好んで食べますんで、激荒入れて次餌にもさなぎで、あと餌取り、どうしてもやっぱりこの時期水温上がってくるとフグとか、はい、餌取り多くなりますんでね、はい、ガスコーン、クワセコーン、こういう硬いところと、あとは練り餌、柔らかいところですね、はい、まあ、軸の大きいやつですね、はい、はい、今日はあれですもんね、事前では、はい、コーンが結構こう当たってるっていうふうに言ってましたもんね、はい、やっぱりしたらね、ガスガスコーンとかクワセコーンあったりがね、はい、メインになってきて、これで大体これですね、オキアミ3キロ、オキアミこれに3キロ入りますが、ギギニゴリ1つとビーチに1つ、オキアミ3キロで、はい、大体どのくらいの時間、そうですね、大体5時間か6時間ぐらいを考えて、5時間から6時間、はい、ただ餌取りが多かったりするとこれが、たくさん巻くことになるんで、時間になって、そうですね、先ほどカップ、試着のカップ見せてもらったら小さかったですもんね、はい、まずオキアミですね、はい、オキアミは大体どのくらい崩せば、僕はもうかなり細かくこう砕いてますね。そうですね、はい、斉藤さん円筒って言ってましたもんね、はい、粒大きいと結構割れちゃいますもんね。そうですね、なるべく粒子を細かく、することによって、はい、まあ、円筒も可能な小瀬も作りやすくなるということで、うん、かなり僕の場合は細かく砕きます。じゃあオキアミを崩すポイントとしてはかなり細かいと。そうですね、はい、はい、なんでこうミキサーでこう横に刃をいっぺん入れたら、今度は逆にして、こういうような形で、このミキサーいいですね。これ最高です。もう持ち手が太くて力が入るもんですから、これはね、僕も発売以来ずっと使ってますけど。あ、そうですか。仕事が早いです。はい、まあ、そういうね、いいものを作ってくれるってことはいいですよね。そうですね、はい、もういい、はい、大丈夫、どうですか、いいですか。じゃあどっちから入れます。僕先に水入れるんですよ。水、はい、お願いします、はい、水はどのぐらい、一応水はこの餌に水量線入ってますんで、はい、とりあえずあれですね、固めにコマセ仕上げたいもんですから、はい、まあ、少なめでとりあえず1300900、あと2袋入れますんで、はい、こちらの方もですね、1000、まあ、1000ですね、はい、はい、なので1900、まあ、大体2回ぐらいで、はい、いっぺん様子を見ます、はいはい、じゃあ先にオキアミの中に入れると。そうですね、はい、マルキューさんのこの水切りの、ね、中に、はい、メモリが入ってますんで、これで測って正確に入れることができます。あ、大丈夫ですね、はい、これで少なめですもんね。そうです、少なめで一旦、はい、混ぜ込み様子見てましたね、はい、まあ、しっかり全体がこう溶けるというか、オキアミのこうエキスを出すような形したいんで、はい、こういっぺんここで軽く混ぜます。はい、これで配合餌を投入して、はい、混ぜていくことになります、はいはい、どっちから、入れる順番からとしてはね、まずビーチの2から。ビーチの2、はい、どういった理由で、まあ、そこに行くのはこうなんですかね、味の濃いコマセを入れたいイメージで、先にこっちを入れて、オキアミのエキスを吸わせてから、こっちでこう締めて仕上げていくっていうイメージで作ります。それ肝ですね。そうですね、はい、これは大事ですね。逆に
かせたいような時は軽いコマセから先に入れて液を吸わせて、よりこうなんかコマセの収量効果を高めるっていうようなイメージで、作り上げる。重くしたい時はビーチヌから、はいはい、で若干軽くしたいなと思う時は激濁りから入れていくと、はいはい、そうなります、はい、全部いっちゃいますね。全部いっちゃいます。はい、はい、この袋はあの大事に取っておくといいと思います、はい、あの後でちょっと、ね、使う場面があります、はい、はい、使う場面あるんですね、はい、うん、これで一旦こうムラなくきれいに、はい、混ぜていくんですけど、うん、この手でやらないですか。手はね最後に、あこれでやるんですね、はい、あそれでね、はい、それでなるほど、手が汚れないようにということでこれを、はい、取っておくで、しっかりこうまんべんなくダマにならないように混ぜ込んで、均一に混ざったっていうところで、次の、均一に混ざったっていうのが自分なりのイメージ、まあそうですね、こんな感じですか。こう見てみて、はい、例えばダメだとこうなんていうの、混ぜていくと硬いところと柔らかいところが、ね、あったりとかして、分かるんで、それで判断して、あとはまあ見た目ですね、はい、じゃあ次これいっちゃいましょうか、はい、次激濁りで、はい、これも一袋入れてしまう、はい、これあれですもんね、いつも使ってるパターンで斉藤さんなんかよく分かってるってことですよね、はい、水の量とかですね、練り方とかですね、はい、それはやっぱり人それぞれの部分あるもんですが、はい、まあ、基本は少なめに入れて少しずつこう足していくと、水を足して、はい、仕上げるっていうのが、はい、あのいいと思います。はい、で2袋同時に入れてしまってもいいんですけど、うん、こう1袋ずつ丁寧に混ぜることによって当然混ぜる回数って増えてきます。でそうすると混ぜれば混ぜるほど粘りが出て出てきますもんね、えっと来やすいコマセが作れますので、うん、なるほど、これで丁寧に1種類ずつきちんと混ぜて仕上げていきます、うん、はい、こんな感じでいいかと思います。はい、じゃあ最後に仕上げちゃいますか。はい、一、はい、つでいいですか。はい、はい、でまあ、軽く押さえつけるようにやれば、はい、こう、エア抜きも兼ねてね、よろしいかと思います。これで大体5時間ぐらい。そうです、4、5時間。4、5時間、まあ、あまり細かい打ち返しがない時だったら6時間ぐらい持つこともありますけど、大体自分は 4、5時間を目安に考えてます。感じで OK ですか。完成です。はい、はい、すげえな。なあ、おじさん、おじさん、おじさん、あんなに飛ばされたら疲れちゃちょっと小さいですね。塩焼きサイズ。はい。斉藤君やりました。やっぱ激荒いいですか。激荒いいです。これはもう本当に修行力強くて、うん、で、こう見るとさなぎもいろんな大きさのこう、まあ、丸々のものもあれば、はい、こう細かいものまで。よく食べてますもんね。食べてます。うんうん。クロダイのお腹さくとさなぎと。
あのコーンはものすごい入ってますんで、ね、これあれでしょ、一部こうやって取って付けさでも可能です ね可能ですもんね。ちょっとこれだけだとあのなんか水気多くなっちゃうんで、うん、ここでちょっとこれを足す半袋ぐらい足します。ということは2袋半ぐらい。そうですね。おなんででもここすごく多分ミスだと思うんですよ、はい、あのさっき2リッター入れて、激辛入れて、はい、馴染んでくると普通なら閉まってくるじゃないですか。そうですね、はい、それでもじゃあ2キロ入れた上で半袋ぐらいまた足して、はい、ちょっと閉めていくと、はい、でまた微調整をかけるという形ですね、はい、なので餌はあの基本あの使う予定よりも1袋ぐらいは多めに持ってきた方がいいですね。いいかと思います、うん、はい、で急にねこの時期だとこう雨が降ったりねとかで、うん、飛び散になっちゃうともう釣りにならなくなっちゃう場合もある。なるほど。基本的には餌は多めに用意した方がいい。はい、餌は多めにですね。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、私も真似て作ってみます。はい、はい、ダメよ、まだダメよ、まだダメだって今行こうと思ったのに。どんな感じですか。いいですね、いいですね。あれ、綺麗なグロダイだ。おめでとうございます。どんな感じでした。いや、おきあみで 40m ぐらい沖にこう入れておいて、うん、止めて待ってたらもうなんか糸がきたきたきたって餌やね。バリバリって待っててくれなかったよね、私のことね。いや、まあとりあえずね最初の1枚はね、ヒレも綺麗ですしね、もう完全に回復してますよね。はい、うん、もう元気な、はい、今が一番これからがいい試合なんでしょ。そうですね、はい、頑張って2枚3枚とお願いします。頑張ります。はい、向こう笑顔で笑顔で引きつらないで、引きつらないで、やったぜって。よし、やりました。私はですね、普通のクロダイザオ1号です。リールはですね、レバーブレーキを使わないでドラグリールを使ってます。で、ミチートが2号です。で、私はナイロンミチート機を使ってます。で、浮きがですね、今1号を使ってます。で、重りも1号を通して、ハリスがですね、だいたい竿1本弱ぐらい取ってます。真ん中にガン玉の B を打ってます。この B が海底に張っていくようなイメージで釣りをします。で、ハリスは 1.5 号の針が、今日は 2.5 号、金龍さんの 2.5 号を使ってます。結構私この 2.5 号って針が好きで、ちょうどね、あのマリキューさんのスーパーハードの L がぴったり合うので、餌に合わせて私は針を選んでます。はい、こんなもんです。どんな感じの仕掛けを実されてますか。はい、今日まずね、竿が、0号の 5m、 竿0号、はい、はい、で、まあね、あの渚なんでこうじっくりと兄弟の引きを楽しむっていう意味で柔らかいです。はい、はい、まあレバーブレーキで、道糸がね、これ P ラインはい、P ラインサスペンドタイプの P ラインで、今日は 0.5 号、ね、0.5 号、はい、そういうね、うん、で、その先にまあ、先糸フロロカーボンの 1.7 号を、あ、1.7 号、どのぐらい、ヨヒロつけて、ヨヒロぐらい長めにつけて、6m、 そうですね、うん、で、P って擦れに弱いもんですから、海底とかにどうしてもやっぱ、うん、自分は浮きを沈めていくような釣りなんで、はい、で浮きごと沈めますもんね。で、こすっていいようにね、はい、175、はい、浮きが、LL サイズの、30なんで、着水と同時にこうゆっくり絞っていくような浮きですね、うんうん、で、寄り戻し、そうです、あのクッション入れて寄り戻し、はい、あ、寄り戻し入れるんだね、はい、うん、で、どうしても遠く投げて、うん、仕掛け回収してくるときにこう回っちゃうからね、寄り戻しを入れるようにしてます。で、ハリスは、ハリスはホロカーボンの 1.5 号を2広半、2広半、はい、うん、
針は、チヌバリの2号ですね。今日はちょっとひねりのあるタイプを使ってます。ひねりのある、はい、で基本大体2号ぐらいでスタートで、うん、まあ、フグが多かったりすると3号、4号とか、ね、針取られないようにしたりとか、うんうんうん、フグが渋かったら1号とか、まあ、食わせ込んでいく釣りですからね。針は小さめのがいいかな、はい、ね、うん、じゃあ海底に入れて貼っといて、ね、はい、いいと思ってくる待つっていう、はいはい、そういう感じですね、魚がですねある程度出てるので、ちょっと手前のですね駆け上がりを狙って、手前も悪くないということなので、ちょっと手前で、立ち浮きでちょっと狙ってみようかなと思って仕掛けを買いました。でもね、やっぱり地元の名士は石垣沖狙ってんで、沖のがいいんでしょうね。でもいろいろとやってみましょう。あの、はい、コマセの打ち方、ええ、なんか気にしてるところってあります？僕の場合、うん、1点というよりもこう点線でこう打つですよね、うん、駆け上がりがこうあるのに、そうだよね、さっきから見てるとさ縦に打ってるよね、はい、うんうん、で結局、ね、どっちの駆け上がりがいいのかなっていうのは見れますし、うん、まあ、より広い範囲が魚だったら沖にありながら、ええ、結構手前模様の駆け上がりもやってるわけだ、はい、ポイントじゃあ何箇所か作りたいってことだね。今みたいに若干中入ると左に流れてるよね、はいはいはい、こういう時はこういう時も変えずなんですけどたまにこう左手にちょっと打って、うん、下から魚をこう上げてくるような、あ、やってますね。やっぱりいろいろ考えてんだね、はい、うん、結構千本浜流れる時は川みたいに流れるもんですから、なかなかね、あの計算と釣りづらいですけど、そうだね、どっちかというと止まっててくれた方がポイント設定はしやすいけど、はい、魚の食いは悪いわな、はい、やっぱり若干動いててくれた方がね、うん、どっちしろその駆け上がりにコマセを貯めるってことだね、はい、そうですね、はい、うん、だからその分は駆け上がりを知るっていうのが大事かな。そうですね、はい、ね、位置をこうね、うん、潮が一番引いた時に上から見てとか、うん、そうだね、そういうことやってますけども、そうだね、干潮時がやっぱ来るってことが大事かな。満潮時だと分かんないもん ね、 ね、下手したらその辺で食うよね。食います食います、あ、そこの駆け上がりでね、うん、本当に魚やる気ある時は波上がった時に見えたりしますから、ああとはもう結構沖にコマス入れておくと、そこでボラみたいにこう灯台が一つもありますけど、もうそうなっちゃうと結構な入れ食いになったりしますね。おそういう時にお目にかかりたいですね、うん、さっきまで私あの浮き浮かべてたんですね、はい、で浮き浮かべてて、あと立ち浮きでちょっと手前やってると、はい、手前だともう当たるんですよ毎回、フグが、はい、で悟りが多いからやっぱ大きめかなと思って、今入れる仕掛けをしてると、はい、入れると結構早いから、はい、結構風が左から右に吹いてるじゃないですか、そうですね、かなり結構左行ってますよねこれ、かなり行ってます、うん、もうまっすぐあそこに入れてたのが今穂先見ても分かるように左に入っちゃってますもんね、はいはい、流れの中で食ってくると楽しいんですけどね、ね、できますから、それと引きが強いよね、はい、流れがあるとね楽しいやね、来たって言わなきゃ今のちょっと唐突だったもんですから、来ました、来ました、はい、はい、すいません、ありがとうございます。
はい、すいません。今どんな感じですか？今引きで、いや、コツンって小さいあたりだったんで、今日ずっと出てたようなあたりとは違うあたり出たんで、ね、全然傷んでないですよね。すごい綺麗な魚なんですけど、ね、はい、餌は？餌は食わせオキアミスペシャルです。食わせオキアミ、はい、で今日オキアミがずっと当たりですね。はい、おお。手引きできた。はあ、ゴーンと。おお、やっぱ渚のいい当たりするよ、ね。しますね。渚のね、こうやって関前が一番怖いよね。はい。あそこ完成いいんだけど、あそこに釣れるといかれちゃうからね。そうですね。駆け上がりだけ気をつけて。はい。もう結構この波打ち際での抵抗っていうのもあるんで、うん、元気がいいよね。で綺麗だよね。綺麗です。魚が、お、魚がすごい綺麗で、元気ですよね。綺麗でしょね。尾っぽも綺麗だし、背びれも胸びれもね、もう完全に回復してるよね。そうですね、はい、来ました。いいですか？いいですよ。どんどん合わせやってください。しまった。行きましたっていうのがいいな。もう完璧だね、的にね。はい、よし、完璧でしょ。はい、やりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ、やっぱり夕間詰め、後半バタバタってきましたね。はい、楽しい釣りができてね、やっぱり手前がフグで大きめがやっぱりいいかな、はい、この時期は ね、まあ、あとは生産のチェンジ、はい、これがポイントになったのかな、はい、ね、まあすごくね、いい釣りさせてもらって、いい魚のコンディションがすごく良くてね。そうですね、はい、ちょっとじゃあ魚生きてるうちにちょっとリレーしてあげようか。はい、やりましょう。はい、はい、おお。優しくね。優しくなかったね、ごめんね。あ、でも元気に行きましたね。元気に行った、元気に行きました、うん、これでね、また大きくなってね、はい、育ってきてくれればね、秋のまた、はい、だからこのシーズンっていうのはこれずっと一年中釣れるって言ったもんね。そう、基本的には数がね、大きく、多い少ない方が大きい小さいはあるんですけど、うん、基本的にはこの千本浜っていうフィールドは年間通して釣れます。私なんかはこの渚っていうのはどっちかっていうと9月とか、はい、10月、はい、もう磯とか堤防であんまり釣れないよっていうような時に強いのかなっていうイメージがあったんですけど、はいはい、今日もね、お昼から出てきて、はい、でランチ食べて、はい、それでゆっくりやってこんだけの強化があるっていうのは ね、すごく面白い釣りだなって思ってます、はい、ぜひね、皆さんもね、これ楽しんでやってほしいよね。はい、もうぜひ、うん、ね、うん、じゃあ今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。